今日は、久しぶりに鳥の羽を使った、作品を作っていきたいと思います。これね、材料、ここに並べてるんですけど、レジン。今日はレジンを挑戦してみたいと思います。いろいろ私ね、実は材料を持ってまして、そもそも初めてレジンしたのは、何年か前にタマムシの死骸を見つけて、そのタマムシの死骸をなんとか永久に保存したいなって思って調べたら、レジンで、加工してる人がいてましたので、それをちょっと真似して作ったことがあるんですけど、その時に、こういう、レジンランプっていうのね、ここね。レジンランプっていうのを買ったんですよ。で、今日は、これも使うんですけど、鳥用の紫外線ランプで、果たしてレジンが固まるのかっていう実験もしたくて、ちょっと今日は、鳥さん用の紫外線ランプも使って、レジンを固めてみたいと思います。で、まずですね、これ全部100均で集めた材料ばっかりなんですけど、あとここに鳥さんの羽、いっぱい作品用に選別しました。綺麗にこれ洗ってます。で、その中でさらに、この辺でなんか使えるのないかなと思って、選んでみました。では、この羽を使ってやっていきたいと思います。これね、セリアで見つけたんですけど、レジン用のね、鳥さんのシールが売ってるの見つけたんですよ。で、すごく可愛かったんで、買ったんですけど、今日はこれもちょっと使ってみたいなと思います。はい。では、これ、セリアで買ったレジン液ね、を使って、中に入れていきたいと思います。これね、レジン用の、シリコンのシートです。足りるかな？はい、この枠に埋まるように、ちょっと混ぜました。黄緑の特性さんね。でね、ここの根っこ、ここは切った方がいいですね。で、お花も入れてみようかな。お花。どうしようかな。黄色にしよう。黄色にしようか。黄色にしよう。ここに気泡ができるんですよ。この気泡を爪楊枝でつついて潰していきます。これはね、全部潰した方がいいですね。もう老眼なんでね、もう見えないですわ。なんか細かい気泡がいっぱいできてるんですけど、こんな感じで潰していきます。今ここに持ってきたのは鳥さん専用のランプです。一回ちょっとこれでね、固めてみたいと思います。さっき爪楊枝でツンツンと気泡を取ったはずなんですけど、細かいのはどうしても取れなくってね、もう気泡入っちゃってます。もうこれはしょうがない。まあ実験なんで、これはとりあえずどんな風になるか一回見てみようと思います。一応ね、これ鳥さん用ですけど、紫外線ができたら固まるんじゃないかって思うんですけどね。でも逆にすぐ固まってしまったら、鳥さんには強い紫外線なんじゃないかっていう不安もありますね。ちょっとついてみます。固まったもん。マジで？なんか固まってますね。空気が、なんか隙間があってそこから空気が入ってしまうから、こうやってグッて押さえながら今固めてます。これどうやったら綺麗になるのかな。ちょっと私素人なんで分かんないんですけど、
い、固まりました。結構早く固まりましたね。しっかり紫外線は出てるようです。2回目の液を入れます。でね、ちょっと泡入っちゃったからね、これごまかしたいんですよね。ここなんかごまかせるなんかを入れようかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、気泡を隠すためにちょっとこの辺キラキラで埋めようと思います。2回目の液を流し込みます。うわ、泡いっぱい入ってすごい泡やな。で、泡を潰しますよ。潰れへん、潰れた。消えへんね、こういうのはね。取れへん。しゃあないな。はい、固めます。 2,3 分経ったんですけど、もうほぼ固まってるんですよ。ということは、結論なんですけど、この鳥さん用の紫外線ランプはしっかり紫外線が出てます。で、こうやって見ての通りすごい近くで、照らして使ってるんですね。なので逆に言うと鳥さんにここまで近づけて使うとちょっと危ないんじゃないかと。危ないっていうか、鳥さんには近すぎるんじゃないかと。だから使うときは少し距離を離してあげた方がいいかもしれないですね。この距離やと本当に強いっていうことになりますので、皆さん使うときはある程度距離を持って使ってあげるといいと思います。はい、剥がします。あ、ここが固まってへんかったね。裏もあれやね、裏もしなあかんね。裏が固まってないわ。はい、はい、完成しました。ちょっとね、やっぱり気泡がどうしても残ってしまったんですけど、なんかどうしても潰れなくってね、なんでかわかんないんですけど、まあとりあえず鳥さん用の紫外線ランプでレジンは固まりました。そして完成しました。息が余ったんでドスの羽をやってみようかな。これドスの頭の青帽子の青の羽。はい、2回目の液入れます。固まってますね。今ね、2、3分で固まりますね、これね。結構強い、意外と強い紫外線でした。